全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。4スタートはカルチャン天使メルランボーン。まずは先行争い、11番レッフーザすっと前につけます。外から上がるのはミレニアムマシリカ、16番スカーレットキング好位をキープ、17番プラチナムセレブル。各馬第1コーナーをカーブしていきます。内押さえて3番フォーマンゲーマス、4馬身相手10番ポケットロケット、3馬身相手7番カルチャン天使、続きまして4番チウモミツト、2番つくしのドリーム。この辺りが中段、後ろに1番ホウオウアーサー、これを見るように外側13番ウラッサトのダイヤ。2コーナーを抜けて向こう上面、内押さえて6番メリウスウェーブ、続きまして15番マネードラッグ、内から9番メルランボーン。 1000m の通過タイムは1分0秒0、内押さえて5番スタートアップ、外を押さえて8番おにぎり赤堀、これを見るように外側14番ホワイトホース、12番オフクスズラン後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は依然レッグーザ、後ろに18番ミレニアムマシリカ、16番スカーレットキング好位をキープ。各馬大欅の向こうを通過、外を抑えて17番プラチナムセレブル、内側3番フォーマンエマス、1番人気10番ポケットロケット。この位置4コーナーから直線へと向きます。歓声が大きくなって直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。400を切って先頭レッグーザ、その後ミレニアムマシリカ、フォーマンエマス3番手から先頭を狙うミレニアムマシリカ、先頭に立った。残り200を切りました。依然として先頭はミレニアムマシリカ。ここで先頭が入れ替わる、フォーマンエマススカーレットキング、フォーマンエマス先頭で合理。勝ったのはフォーマンエマス、鞍上は岩田未来騎手。フォーマンエマスブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着スカーレットキング、その後3着プラチナムセレブル。